ちょっとお聞きしたいんですけど。はい。俺ここでバイトしている平和子の彼氏なんですけど、今日和子あなたと遊ぶ約束してませんでした？いえ。え？いや、じゃあここに和子と仲のいいそばかすの女子大生の方って働いてたりしません？はい。いや、働いてます。すいません、今ちょっと急いでるんで、すいません。付き合ってください。ごめん。やっぱり返事は少し待ってほしい。年齢差なんて気にしないでください。好き同士ならそんなの関係ないですよね。今日は帰ろっか。でもまだ今日も暑くなるみたいだし、空気が爽やかなうちに外に出たいなって思って。ふうくんより薄い胸、ふうくんより華奢な腕。じゃあ朝の散歩って気持ちいいから送っていきます。ダメダメ、家の前までですから。今日は一人で考えたいから。わかりました。次は送らせてくださいね、和子さん。こんなに頼りないのに、イコ君の前では私女でいられる。私まだ恋できるんだ。でも16歳差って下手すりゃ私イコ君埋めてるじゃん。お帰り。なんで分かったの？階段上がってくる音したから。あれ今日休みじゃなかったっけ？どうしたの？すごい早起きだね。和子さ、携帯の電源切ってた？
昨日ずっと電源切ってたでしょ。あ、ごめん充電切れちゃって。え、何電話した？さっき平さんの彼氏だと名乗る男性に声かけられて怖くなって逃げましたけど大丈夫ですか？着信見たよ。ごめんね。なんか飲み会で会った。和子は誰と何してた？え、何ってメールで。何の映画見たの？映画祭りしたんでしょ？治療の腹渡とか。なんだよそれ、気持ち悪い。ホラー映画ふくん見ないでしょ。趣味おかしいんじゃね？お腹痛い。え？昨日から生理来ちゃって。あ、沢加瀬ちゃんがねナプキンくれたんだ。そばかすの何くんだっけ？佐藤ちゃん。あ、そうそう、うちのバイト先さ、そばかすの女の子もう一人いて、あ、水野さんって言うんだけど、その子ともすごい仲いいんだよね、私。もしかして風くんなんか疑ってた？別に。嘘だと思うなら佐藤ちゃんに直接電話で聞いてみなよ。そこまでしなくていいって。ふうくんとなら子供がいないと持たない気がする。いこくんとなら二人きりでもずっと仲良く。まこ、あのさ。ん？俺たち結婚するでしょ？もう夫婦みたいなもんだけどな。ずっと求めてた言葉のはずなのに、もっと喜ぶべき言葉のはずなのに、やだ。やり直し。はあ？なんだよ。ダイヤの指輪とかないと嫌だってか？そうじゃないけど、とにかくまた今度やり直しね。そんなこと言ってじらしてると、次いつ俺が気抜くかわかんないよ。その程度ならその程度なんでしょう。一つ一つ積み上げてきたものが今色あせて見える。和子、和子。あ、何？携帯鳴ってる。あ、いいよ、ほっといて、どうせ寝るだし。ねえ、本当に大丈夫だから。ふうくん？電話だよ。あ、その子佐藤ちゃんの知り合いなの。出なよ。もしもし、いこですけど。
できればと思って。シャワー中だから。ああ、そっか。今の子、佐藤ちゃんの友達でさ、なんか懐かれちゃって、10代の子で進路相談とかされて、まあお姉さん的な、まあ、今日初めて会ったんだけど。ちょっとなんでお前さっきから情報小出しなんだよ。え、もしかして浮気しちゃった？してないよ。そいつ和子に気あるんじゃないの？ないない。本当かな？どうした？ごめん、昨日から生理痛でちょっと頭がぼーっとしちゃって、うまく話せなくて。そっか。ねえ、ふうくん、私たち結婚するんでしょ？ダイヤの指輪は無理だけどな。催促しないでよ。ふうくんごめん、いこくんごめん。今の私にとっての本当はこの痛みだけです。イコくん、さっきはごめんね。なんか携帯の調子がおかしくて。そうでしたか。僕はてっきり嫌われたのかと思ってました。明日って映画館行ったら会えますか？嘘ばっかり。あの水野さん、面倒かけてすいませんでした。ああ、いえいえ。もしかして例の彼と会ってたんですか？その顔は何か進展ありましたね。あ、いや、ありましたよね。あ、いや、何ですか？あの、トイレ。うん、どうしたの？あ、トイレか。あ、大丈夫、すぐそこだからね。大丈夫だよ。君いくつ？5歳。ああ、5歳か。かわいいですね。私こう見えて結構早く子供欲しいと思ってる人なんですよ。まだ全然考える年じゃないじゃない。いや、年なんてすぐ取っちゃいますからね。ぶっちゃけ30過ぎたらいい男と巡り合う確率もないですしね。あ、すいません、冗談ですよ。水野さんって今21歳だっけ？あ、はい、そうです。お願いします。21歳と5歳、16歳した。私とイコくんと同じだ。イコくんが結婚を考えられるようになるのはいつだろう。その頃私は何歳なんだろう。31歳の私なんていずれ速攻捨てられる。
姉ちゃんからだ。はい、もしもし。あんた今度風太さんと帰ってくるんでしょう。なんで私にもちゃんと報告しないの。ごめん、お腹大きいのに結局私が準備することになって本当大変なんだわね。マコ、あ、もしもし、お姉さん、風太です。二人目妊娠されたんですよね。おめでとうございます。お姉さんに似て美人なんでしょうね。あれ男でしたっけ。そっか、ふうくんはいつも私を笑わせてくれる。男の子でもイケメンですよ。適当なんだけどそれに救われたりもする。はい、お姉さん二人目か。お腹の中生命大躍進だな。なんか不思議。そんなすごいことが私にできるのはあと何年なんだろう。あと何年でできなくなるんだろう。おやすみ。じゃーん、俺就職決まった。うそ。俺さ、ちゃんと和子との将来のこととか考えてるから。これから先ときめきは生活に奪われる。でも風くんは必要なものをくれる。年相応の生活に必要なもの、それはイコくんが持っていないものだ。和子さん、奇跡の一枚今撮ったんですけど、どうしても見せたくて。会うの1週間ぶりくらいですね。ごめんね、なんだかんだ忙しくしちゃって。あ、いや、今日会えたんで。バイト帰りですか。あ、うん。イコくんは。あ、自炊用の買い物してたんです。うち今日誰もいなくて。誰もいないんだ。え、でも自炊ってその腕で危なくない？何作ろうとしてるの？あ、カレーとか。和子さん作れますか？うん、もちろん。ですよね。和子さん、そのスニーカー本当好きですね。うちにも同じのがいるから合わせてあげたいな。うちすぐ近くなんです。よかったら行きませんか？
コ君は私に必要なものをくれるわけじゃない。でもきっとイコ君は私に欲しいものをくれる。フー君への罪悪感を一瞬で吹き飛ばしてしまうくらいの。あ、沖原作品、これ映画館で見た。それ面白いですよね。うん。結局主人公は浮気したのかしてないのかって。え、リコ君はさ、浮気ってどう思う？うん、許せませんね。する方は自分の勝手なルールで理屈つけて、自分がされたら嫌なくせに。卑怯ですよ。だから僕は絶対浮気しません。そっか。私も同じ考えだったよ。ちょっと前までは。彦君、私フー君と結婚するかもしれない。子供だって欲しくなるかもしれない。でも今行けるとこまで行っちゃいたいと思ってるよ。こんな卑怯者でも好きでいてくれる？この前の返事ください。勢いでして、和子さんに嫌な思いしてほしくないから。イコ君、私彼氏いる。え？